今のは予知、それともただの夢。燃えるような真っ赤な髪、あの人は誰だったんだろう。それに、ダーナ、起きているのか？うん、入ってきて大丈夫だよ。Thank you.
影の剣士がいたのは裏街道の外れだった。山門を登って東に抜けるのが近道かな。これは巫女様。ダーナ様。それに遠くまでよく見える。空気が澄んでるみたいだね。おや、巫女様ではござらんか。巫女様、おはようございます。ドロン、それにラステルも今日は街道筋の巡回のようですね。あくまでわしはですがな。えっへん、僕も父について英士の任務を学んでおります。よく言いおるわ。毎日わしを追い回しよって。お前がその調子だからわしは部下たちの笑い者ぞ。別にいいでしょ父上、入隊前の訓練みたいなものなんですから。あら、ラステル、また背が伸びましたか。私を抜いてからどんどん頼もしくなってきて英士になったら本当に見違えてしまいそうですねだったら嬉しいです。巫女様、どうか見ていてください。僕は必ず立派な英士になってみせます。そしていつか巫女様のこともお守りして差し上げますよ。まあ、それは楽しみですね。優秀な英士は王国の誉れです。私も期待していますよはい。やれやれ、恐れ多いことです。愚足の無礼、どうかお許しを。して巫女様はこれより街道に出られるようですな。近年は野生の竜種も多く出没いたします。巫女様であれば無用な心配でしょうが、どうかご油断なさいませんように。ありがとうドラン、二人に大樹の恵みがあらんことを。はい、巫女様に大樹の恵みがあらんことを。おっと、巫女様。
そこだよ、それそこだよ、まだまだ、はっ、たっ、舞い上がれ。よしと、そろそろ行こっか。覚悟はいいかな。やーっ、せいや、終わりだよ、いっけー、当たって、せいや、はっ、せっ、やーっ、とどめだよ、そこだよ、それ隙あり、隙あり、やーっ、何かあるよ。
やったね。さてと、赤毛の剣士がいた場所に向かおう。確かここを西に進んだあたりだね。水晶石か。何をするつもりなのだ。ヒモロギの苗木ではないか。なぜそのようなところに。先へ進めないで困っているみたいだったから。一体何のことだ。この苗木が彼らをアドルさんを導いてくれますように。動かなくなったと思ったら急に倒れちまうから驚いたぜ。体調は大丈夫なのか。どうしてって、そりゃアドルに、そこの不思議な石触って倒れた。どうした、目にゴミでも入ったか。お？あなたたち一体どうしたと。
古代樹がまるで橋を渡すかのように。先ほどまでなかったはずだ。一体いつの間に。アドルニーがやったのか。あ、すみませんアドル、理解が追いつかないのですが、とにかくダーナさんの行動が関係しているということですね。これを見ちまうと信じないわけにはいかねえな。ええ、確かに。もしかすると大峡谷と同じ現象なのでしょうか。なんだっていい、道が開けたのであれば好都合だ。アドル、先へ進むぞ。そりゃあよかった。アドルに、そこの不思議な石触って倒れた。